皆さん、いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日も袋町広島ヒルズからこの動画をお送りしております。以前と同じこの堀江 T シャツ、堀江 T シャツじゃないかお前と言われる方、その通りです。この T シャツ結構気に入ってるんで、よくよく見かけると思うんですよ。まあそんなことはどうでもいいんですよ。今日お伝えするのは、インターネットビジネスを始めて速稼塾に入ってしばらくして売り上げがどうも横ばい、もしくは低迷してきた、どうにかならないかな、そういった時の気持ちの持ち方なんですよ。これ非常に重要なんです。なんで売り上げが落ちた時にちょっとモチベーションが落ちるかと言いますと、今まであなたがずっと長い間してきた仕事に責任があるんですよ。まあ、こういうとどういうことかって言われると思うんですけども、冷静に考えてみてくださいよ。最初にあなたがある職場に入りました。その職場での経験、人脈、スキル、何もありません。なのに最初の1ヶ月目とか、最初のもう言ってみれば1時間目からあなたには約束された契約通りのお金がもらえていませんか？あなたに何の力もないんですよ。何の力もないのに、教育係をですね、こう配置してあなたの失敗を許しながら何ヶ月も何ヶ月も生産性の悪いあなたに決まった給料が出てるんですよ。これを何度もやってしまうと、自分っていうのはいるだけでお金がもらえて当然だという思考が出来上がってしまうんです。頑張っただけで結果にかかわらずお金がもらえるもんだという思考が出来上がってしまうんですよ。インターネットビジネスの世界は実力がそのまま出ます。ビジネスに足を突っ込んだだけ、メールアドレスしか取れません。キーボード操作も大して速くありません。常識的に考えて、こんな人にあなたお金払いますか？特別なスキルもないし、人脈もなくて、もちろんリストも持ってない、もう何にもできない、アフィリエイトのあの字もないし、ブログもまともに書いてない人にあなたお金払いますか？っていうことなんですよ。インターネットビジネスは実力がゼロならゼロなんですよ。ゼロ円なんですよ。本当にゼロ円なんですよ。今月に1億円稼いでるあの人も、一番最初はゼロ円からスタートしてるんです。みんなそっからスタートなんですよ。もちろん私もゼロ円からスタートなんですね。そしてゼロ円に対して自分が1円、10円、1000円、1万円欲しいと思うから1000円分のスキルを詰め込むんですよ。で、ここでもう一つ大事なことがあるんですけども、人間ですね、何かをしたら必ずこういう結果が出るって言ったものに対しては頑張れるんですよ。これ誰でもそうなんですよ。でもインターネットビジネスの世界はいつ答えが出るかわからないし、どこまでやったらいくら金額が出るかわからないんですよ。でもやるんですね。でもやるんですよ。結果がいつ出るかわかんないことに対してやる人だけが結果をつかめるんですよ。まあ、こういうと責任逃れをしてるんじゃないかと言われがちなんですけども、そうではないんです。うまくいく人ってのは常にこの思考なんですよ。無に向かって努力するぐらいの気持ちがないと成し遂げるわけないんですよ。子供のお小遣いじゃないんで、25日になったら自動的にもらえるような、そんな給料、お金のもらい方はやめて、稼ぎ方に変えていかなくてはならないんですよ。稼ぐというのは自分の実績、結果、サービスの内容によってもらえる対価が変わるということなんですね。僕の場合でしたら、自分が誰かにやって価値を与えた時、それは誰かから僕にやられても同じ対価を払えるレベルのものしか皆さんにお伝えしてないわけなんですね。誰にでも価値を与えれるもの、誰にでも繰り返しできるもの、これがビジネスの再現性というやつなんですよ。ということですね、速稼塾受けてくださった方は第1回目第2回目に もしくはですね、第1回目の講義の中で何万とかいう売り上げを体験したはずなんですよ。これがずっと続くかどうかっていうのは、もうあなたの工夫と頑張りになるんです。で、もちろん僕がうまくいった方をお伝えしますよ。でもそれをコピーしただけじゃどうしても僕を超えられないし、僕がやり尽くした後になるんで、どうしても遅れてくるんですよ。そうではないんです。ビジネスっていうのはねだるものではないんですよ。作り出して勝ち取っていくものなんです。こういう思考を今まで繰り返し繰り返しもらうお金に慣れてしまった、そういった人間の脳がですね、くるっと切り替えてビジネスで稼ぐんだという思考になるかどうかなんですね。今日はですね、5分ほどちょっと厳しいことも申し上げたんですけども、こういった自分の姿を受け入れるところから始めなければビジネスの構築は不可能です。ですね、明日から、いや今からですね、
この思考でまた一から取り組んでみてはいかがでしょうか。またですね、無料フォローアップセミナーの方お越しになるのをお待ちしております。では今日もありがとうございました。